どうも、なめこです。イギリス、ロンドンに向けて移動中のうぷ主。2食目の機内食を食べるぜ。そしてロンドンに到着だぜ。それでは、ゆっくりしていってね。うぷ主はただいま。ロンドン行き、全日空211便に搭乗中です。あと1時間ちょっとでロンドンに着陸ってところで、これから2食目の機内食サービス開始です。洋食、和食はそれぞれこんな感じ。1食目を洋食にしたので、今度は和食にしました。ほどなくして、テーブルがセットされます。ドリンクはここでもう梅酒。すげえ。なんかいろいろと乗ってるぜ。やっぱ和食はいいわー。って気持ちと、ロンドン観光できる嬉しさを。なめこを使って如実に表現しています。前回にちらっと紹介した内容で、通常では普通のご飯のところ、完食メニューの中の、カニイクラ丼に変更してもらいました。そして盛りだくさんのおかずの数々。食べ応えがありそうだぜ。って納豆。和食の定番ですよね。うぷ主も20歳を超えてから、オクラや納豆などのネバネバ系も大好きになりました。納豆なんて大好物です。じっくりと見ていきましょう。まず、カニイクラ丼。イクラが輝いてるぜ。主菜の三枚チア干し。卵焼きがうまそうだぜ。昆布もご飯と合うんだよな。奥には味のりもありますね。みんな大好き、納豆。外人が嗅いだ時のリアクションを見たいぜ。小鉢、かぼちゃに、鶏そぼろあんかけ。写真を見るだけで落ち着くぜ。そして、熱々の味噌汁。日本人の魂だぜ。それでは卵焼きから。卵焼きのうまい機内食に、外れはないぜ。サンマの一夜干し。骨もなく、パクパクいけるぜ。続いて、カニイクラ丼。カニとイクラの夢のコラボレーション、贅沢な一品だぜ。最後に納豆を混ぜ混ぜ。いつもより余計に混ぜ混ぜしております。ファーストクラスの納豆は、ネバネバも上品です。高度1万メートルで食べる納豆は、たとえ3パック100円のやつでも、1万円の価値があるぜ。全体の感想としては、ファーストクラスだけあって、2食目といえど侮れません。様々な味を楽しめる、玉手箱のような機内食でした。飛行機は北海に抜けました。あと600キロ、1時間ほどで到着だぜ。機内サービスの最後の締めに、アイスカプチーノをいただいております。とここで CA さんから、デザートが余っているからいかが?と聞かれました。当然食べるぜ。ってことで、1食目のデザート、クレープシュゼットをいただきます。
この一品のためにわざわざテーブルをセットしてもらい、ウプ主は最後の最後までご満悦でした。味も当然美味しく、クレープとアイスと桃、そしてベリーソースを好きなように組み合わせていただきます。自分好みの組み合わせで楽しめるぜ。最後までうまくておしゃれな料理だったぜ。以上でファーストクラスの全サービスが終了。あとは着陸を待つのみ。あっという間の11時間ものフライトの余韻を楽しみながら、これから始まるロンドンでの大冒険に思いを馳せるのでした。眼下にはイングランドの大地が見えてきたぜ。間もなく着陸なのですが、あとちょっとのところでこんな感じでぐるぐると旋回をしてました。なんかあったのか？空港混雑で着陸の順番待ちなど、管制官からの指示と思われます。少し残念なのが、毎回左旋回でぐるぐると回るので、右側に座っていたウプ主からは、旋回中は空しか見えませんでした。左側に座ってたら、ロンドンの真上からの景色を拝めたと思うぜ。それではしばし、8倍速で映像をお楽しみください。現在180度左旋回中だぜ。そして再度180度左旋回で、ぐるっと一周しました。さてさて、間もなく着陸態勢に入ります。引き続き8倍速でお送りするぜ。ウプ主を歓迎してくれているのか、雲が少なくなってきたな。眼下にはのどかな田園風景が見えますね。ここで再度の左旋回。最後に右旋回を数回行い、進路上に滑走路を捉えます。間もなく着陸なので、映像を2倍速に落とします。おお、川が見えてきたぜ。これってもしや、あのテムズ川か。ですね。このくねくね具合からすると、ちょうど真下がビッグベンあたりとか？残念ながらビッグベンはすでに通り過ぎ、5キロ南西に進んだところ、リッチモンド公園上空あたりでしょうか。それでもロンドンの街並みをこうして上空から収めることができて、ウプ主は大層嬉しいです。冒険音メンバーの5人もこの景色を見てはしゃいでいたのかと思うと、ウプ主が6人目のメンバーだったんじゃね、という錯覚に陥りそうでした。何さらりとおぞましいこと言ってんだよ。そして A を出発してから早2日。
長かった旅路も終わり、やっとこさ始まりの大地に降り立つことができそうだぜ。それでは今回で第2章出発編は終了。次回より第3章イギリス編をお楽しみください。ウプ主を乗せた全日空211便、羽田発ロンドン行きは、帝国より30分早い現地時間15時40分、ロンドンヒースロー空港に着陸しました。